こんにちは、タカです。今日は僕のちょっとお気に入りの筆ペンを紹介します。まあ、最近万年筆ばっかり買ってたんですけど、万年筆買う前はもう結構ね、筆ペンが欲しくて、筆ペンっていうかこの筆ペンのカラーの筆ペン、今1、2、3、4、5、6、12、13、14、14色、もうね、これでなんか絵を描きたくて買っちゃったんですよ。おすすめのカラー筆ペンです。まずはこれ黒、これが灰色ライトグレーで、茶色ブラウンで、ライトバイオレットで、これが青ブルー、これが水色、コバルトブルー、カーマインレッド、ピンク、オレンジ、イエロー、ライトグリーン、グリーン、ジグっていうのでいいのかな、ジグっていうのかね、リアルブラシっていうシリーズの、これもうね、相当色の数あるんですけど、この12色入りのはね、少ない方なんですよ。もうちょっとできればもっとたくさん欲しかったんですけど、まあ何十色とかね、60色入りとかもあったような気がしたんだよね。60色入りとかは高いからね、とりあえず12色買ってみて、まあ、使ってみて、もうこいつはやめらんねーって思ったら買おうかなと思って、うん、まあ結果ね、ちょっとやめらんないですね。で、この12色の中に肌色なかったんで、急遽ちょっとお店行って今すぐ欲しいと思って、もうサイっていう、これも結構有名かな、こっちのね、サイっていうのが売ってたんで、これの肌色買ってきました。絵描いたりするときね、人の体塗るのに肌色ないとね。で、これ黄土色、うん、このサイもなかなかすごいね。こういう筆ペンってもうね、いいんだよね。気持ち、書いてて気持ちいいし、もうなんか幸せ、文房具好きにはたまらないアイテムの一個なんですよね、この筆ペン。で、例えばこれ筆ペン使うときにこう書く、普通にね、なんか書くときに使ってるのはこのコピックマルチライナーってやつかな、 1.0 の黒です。これでなんか書いて、これだとね、あんまりあれなんだよね、にじまない筆ペン使ってても。
こんなに大きく硬いの乗ったことないから、結構うまく乗らないとやっぱムラできるよね。すごいね、これすっごいムラできてんね。こういう感じで塗っていくのがいいの。って感じ。もう遅いね。うん。難しいね、これ色塗るのね。なんかその辺もね、ちょっとあれだね、勉強したいね。勉強したいねっていうか、勉強すればいいんだけどさ。あーすごい、なんか気持ち悪いこの肌色。なんかムラができすぎて。はみ出したこれ。これせっかくだからね、はみ出しちゃったし、唇に、こんな感じ唇にしてしまおう。とりあえずね、個人でこうなんか適当に描いて楽しむには結構面白いんですよね。シワの描き方とかよくわかんないけどね、適当に。あ、脂っこいか。まあいいか、まあいいか、適当にね。こんな感じでやってるとなんか楽しいんだよね。ね、面白いんですよ。筆ペンってね、書いてて面白いんですよね。だんだん大変なことになってきた、これ。そう、この顔にムラがね、すごいできてるように、やっぱね、ムラがすごいんですよね。こう塗り、そう、重ね塗りするとまたちょっと濃くなったりするから、すごいの。だからこれうまく塗れない僕はちょっと大変だ。うまく塗る方法を考えなきゃね。あとこうか、こういう感じかな。こうするとムラ少ないのかな。こうしようって、こうやっていろんな方向でやっちゃダメなんだろうね。なんか皆さんのおすすめの筆ペンとかあったら教えてください。うん。ちょっと変なになっちゃったね。
というわけでした。